のこの話は、あのホストを始めて3ヶ月目ぐらいの結構右肩上がりで、あの夜の仕事を楽しみだした頃の話なんですけど、あの初回でちょっと綺麗なお姉さんみたいな感じで、まあどう見てもその当時の僕からしたら年上のお姉さんが店に一人で遊びに来られて、もう全然怖くもなければ話も普通にできて結構楽しいんじゃないかなみたいなお姉さんで、まあことなきをあの得てちゃんと回り終わって、まあ一回次誰指名になるかって呼ばれる時に、まああの指名いただけて、あこっちからしたらラッキーぐらいな、もうよくある、そこまではよくある話で、でまああのお席隣座らせてもらって、あのどう言ったらいいんだ、あまあご時間なんですけどご延長の方どうされますかみたいな感じで聞いたら、あのまあお酒飲みたいんやけど付き合ってくれるんやったら延長してもいいよみたいな感じで言われて、あ全然もういいっすよ、全然僕お酒強いんで何でもあの付き合いますよって言ったら、ほんまにどんな何でも付き合ってくれるみたいな感じで言われて、確かにこの段階でちょっとん何でもって言われたけど、まあ激しく飲むぐらいかなみたいな、よくある思って、あはい何でもしますみたいな感じで言ったんですよ。でまあじゃあ延長しようかみたいな感じになって、延長スタートってなって、あの5分ぐらい普通にその感じで飲んでたら、突然おいお前ベルト外せやみたいな、なんかえみたいな、何をえどうした、今まであの経営やったのどこに行ったのみたいな、なんかもうちょっと恐ろしい狂変が始まって、あそれを首にあのちょっとその時ドルガバのベルトやったんですけど、その首にこうドルガバのバックルここに来るような感じで巻かれて、ちょ犬お前飲めわわ回れとか言うて、もうなんかもうそっから言葉遣い急に変わるわ、もう言うたファック切る飲め飲めみたいな。であと何がひどいって、あの氷を言うたらちょっとパンツの中に入れてそれをグラスに入れる、ほら飲め飲めみたいなんで、なんかもう突然あの人が変わったかのようにあのでいやちょっとさすがにやりすぎやろとかって言うてたら、いやお前何でもする言うたら何でも付き合うよなみたいな感じで、もうなんかえそうこんなことあるみたいな感じで、むちゃくちゃな、まあ、飲み方も言うたら脇の毛生えててまさかのそれを抜いてグラスに入れのとかも、焼酎のニューボトルの中に突っ込みのとか、なんかもうすごい飲まれ方をする怖いお姉さんやって、実はそろそろじゃあ私帰るわみたいな感じになって、まあ、 あのとりあえず、まあ、こっちも仕事やからって我慢して、あのじゃあ、まあ、とりあえずまた次回会った時に番号だけ言うて番号まあ聞いて、あの送ってたまでは良かったんですけど、ほんならなんか私んちもすぐそこやからちょっと家も前まで送ってよみたいな感じで言われて、いや仕事あるから無理やってそれはみたいな感じでこっちも断ろうとしたんですけど、もういいから言って腕引っ張られて、もう 50m ぐらいやから言って連れて行かれて、まあ、マンション前まで連れて行かれので、まあじゃあもうあの気つけてね言うたら、いやあの店には私言っといたるからもうこのまま家来やみたいな感じで、もう腕引っ張られの、いや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 無理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 、もう仕事あるからもう帰らんと帰らんと言うて、いやいや何でもする言うたんやろだけよみたいな、なんかもうやばいこいつマジでやばいってなって、ちょっとほんまにあの心の底から恐怖を覚えて、ちょっと腕を振りほどいて、あのまあ店の方に向かってダッシュであの逃げたら、あの後ろからおいこらクソホストお前何でもする言うたのだけよ言いながら走って追っかけてこられるみたいな、ちょっと逃げるようにあのまあちょっと事なきを得たっていう感じの話なんですけど、まあなるほど夜食ってこんなこともあるんだねみたいな感じで、すごくあの病んで1週間ぐらい体調崩したり大変でした。